こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は力こぶをきれいに作る方法について解説させていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。力こぶをきれいに作る方法についての解説なんですけれども、私自身も、そこまでこう腕が太いというわけではないんですけれども、このピークと言われる形が盛り上がって見えるようにはトレーニングしています。そのトレーニングにおいて気をつけているポイント等を今日解説したいと思います。以前の動画でですね、田中トレーナーが腕を鍛える動画があったかと思うんですけれども、やっぱり人それぞれですね、ポイントあると思うんですけれども、今回は私が気をつけているポイントについて解説させていただきたいと思います。この上腕二頭筋なんですけれども、長頭と短頭、この2つの頭に分かれています。力こぶ入れた時に盛り上がっている部分が俗に言う長頭って言われている部分で、この内にですね、ちょっとここ線入ってるんですけど、これが短頭と言われる筋繊維になります。力こぶを作ろうと思うと、この長頭を刺激するのが重要視されるんですけれども、腕のトレーニングで長頭と短頭を 100% 鍛え分けるっていうことはできないので、上腕二頭筋をしっかりバランスよく鍛えるポイントについて解説させていただきたいと思います。この作用については、肘を曲げる動作ですね、肘を曲げることで、働きます。あとはですね、この腕を少し、ひねる、開外っていうんですけど、こうギュッとひねることでも使われます。で、少しですね、この肩を屈曲する動きでも、使われる、この3つの作用があります。ですので、トレーニングする際はこの3つを少し、意識して行っていただくっていうのが、重要になってきます。例えばですけれども、ダンベルカールを行う時も、まずは肘を曲げる動きですね、肘を曲げてくる動きと、少し、開外なので少し腕をこう外に開くようなイメージで、最後こう屈曲ですね、肩関節の屈曲、少しですね、ここから肘をですね前に持ってくるようなイメージで、上腕二頭筋は使われていきやすくなるというところですね。最後の肩関節の屈曲においては、あまりですね肘を上げすぎると、この同じ作用を持つ、肩のね、全部ですね、前側にどうしても重りが入ってしまうので、これは自然に最後グッと前に持ってきていただくと、二頭筋に負荷が入りやすくなるというような形で、基本ダンベルのカールであったりバーベルのカールを、行っていただくと、使われやすくなると。で、先ほども、ご案内したんですけれども、この長頭の繊維っていうのは、この肩関節をまたいでついてますので、持ち上げるときにですね、肘を持ち上げて肩がね、こう上がってしまうと、上腕二頭筋が収縮されずに、この僧帽筋、肩でですね重りを上げてしまうという形になってしまうので、腕のトレーニングの際のポイントっていうのは、肩をしっかりと下げた状態を、キープして肘を曲げてくるっていうのは非常に重要になってくるかと思います。あと、ダンベルを、握り方なんですけれども、指先でギュッと握ってしまうと、どうしても前腕に負荷がかかりやすくなるので、二頭筋に、負荷は行きにくくなるので、手のひらでグッと握るような形でですね、手首はある程度固定してこのまま持ち上げてもらうというところが、ポイントになります。また最後のポイントなんですけれども、上腕二頭筋、先ほども言ったんですけれども、一番収縮するのがですね、ある程度肩が
屈曲前に来た状態でグッと肘を曲げていくと、収縮しやすい状態になります。よくなんかボディービルのポーズでも肘はこういう風な形でグッと、ポージングを取ることがあると思うんですけれども、ある程度腕を上げた状態で肘を曲げてくることで、収縮しやすい筋肉になりますので、肘を前にして、行うトレーニング、代表的なのはプリチャーカールなんですけれども、まあ、そういったトレーニングも、しっかり行っていただくことで、よりですね、収縮を得れると思いますので、まあ、トレーニング種目を選ぶ際もポイントを頭に入れていただければと思います。はい、ということで今日は、力くぼを、まあ、きれいに作るというテーマでお話しさせていただきました。まあ、上腕二頭筋ですね、私も上腕二頭筋のトレーニングって、昔からですね好きでずっと行っている種目なんですけれども、まあ、こういうふうにいろいろポイントを考えながらトレーニングしてみると、また、新たな気づきっていうのもあってですね、トレーニングに深みが出てくるので、ぜひ皆様も参考になればと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでもセールのご案内や新商品の情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。